7月10日日曜日、リトル東京の日米文化会館で日本庭園保存会の発足式が行われました。これは南下庭園業連盟が在ロサンゼルス日本国総領事館協力のもと、南カリフォルニア各地にある日本庭園の管理保存を目的に設立したものです。日米文化会館にある清流園は、南下庭園業連盟らの協力により1980年に作られたロサンゼルスを代表する日本庭園の一つです。Their work and life's training is irreplaceable, and we're so grateful that they've come back today and that they will continue to come back to keep the garden thriving and beautiful for everyone to enjoy. 現在、南カリフォルニアにはおよそ40カ所、アメリカ国内全体ではおよそ90カ所の日本庭園があるとされ、その多くは手入れの行き届いていない状態が続いています。日本庭園が荒れ放題になり、日本の心が踏みにじられるような気持ちを抱く法人も少ないことを聞き及び、これらを守っていくにはどうしたらよいかという危機感から、私からも岩下会長に対し、日本庭園を保存していく活動ができないものかご相談させていただきました。最盛期にはおよそ6000名の会員がいた南下庭園業連盟ですが、現在会員はわずか350名に減りました。またその技術を継承する若手後継者もなく、団体の存続が危ぶまれています。日本庭園保存会設立の最大の目的は、日本庭園を保存しながらかつ後継者を育てることです。こうした中、トーランス在住の田倉悟さんが昨年南下庭園業連盟に入会し、日本庭園保存会の幹事に就任しました。この会は松の剪定を主な仕事とし、各地の日本庭園のみならず、個人の庭の松の手入れなども行っていきます。日系人の歴史を調べていく中で、庭園業というのが欠かせない、存在だったと、地域をコミュニティを作っていったというのが分かりましたので、歴史を絶やしていけないなというふうに思ってまして、活動してます。しかし、会の維持は今後の大きな課題で、若い世代の興味をいかに引きつけていけるかが鍵となりそうです。アメリカから日本に野球が伝わって150年目となる今年、その記念イベントが7月17日日曜日、リトル東京で開かれました。これは米日カウンシル、全米日系人博物館などが主催のイベントで、ゲストとして1964年からサンフランシスコジャイアンツに在籍した日本人初のメジャーリーガー、村上正則さんが日本から出席しました。日本に初めて野球を伝えたのはアメリカ人英語教師ホーレス・ウィルソンさんで、1872年のこととされています。それから150年、野球はさまざまな形で日米交流に貢献してきました。イベントにはおよそ100名の招待客が参加、武藤明日本国総領事、ロサンゼルス市やカリフォルニア州の政府関係者らが挨拶をした後、村上さんにその功績を称えた記念品が贈られました。引き続き村上さんとの Q&A セッションが行われ、村上さんは身振りを交えながらメジャーリーガーとして活躍した当時の思い出を語りました。また現在制作中の野球を通して日米関係を描くドキュメンタリー映画が紹介されるなど、参加者は野球を通じたさらなる日米関係の発展を願いました。ハリウッドのジャパンハウスロサンゼルスで、日本の竹細工の技術を使ったインスタレーションが展示されています。ライフサイクルズと名付けられたこの展覧会は、竹を使った作品で国際的に注目を集めるアーティスト、四代田辺竹雲斎さんによる作品を紹介するもの。目玉はおよそ1万本の竹ひごを使った全長21メートルに及ぶ竹のインスタレーションです。ライフサイクルスということでですね、生き物、生きとし生けるもののすべての循環を表現しようということで、これだけの大型の竹の展示というのは珍しいと思います。芸術作品としての価値も素晴らしいものがあるんですけれども、それと同様にフィロソフィーというコンセプトが素晴らしいと思うんですね。つまりサステナビリティって言いますけれども、ただ単にそのリサイクルをする、竹はリサイクルしてらっしゃるんですけども、それだけではなくてですね、生きとし生けるもの全て
て循環でサステナブルで、あるいは、人と人とを紡いでいくという、そういうコンセプトがこちらの、竹のインストレーションを通じて表現されているというところが非常に面白いと思います。やはりその非常にこう圧倒されるようなスケール感とともにですね、その深みを感じていただきたいなと、そのように思います。この作品は竹雲斎さんと弟子たちによるチームがロサンゼルスで2週間かけ制作したものです。展覧会終了後は解体し、 90% の竹ひごは次の作品の制作用に回収されます。ライフサイクルズの意味の一つはこの素材の循環です。もう一つはですね、人の循環ということをしているんですけども、これはここのインスタレーションの技術は荒編みという竹雲斎が持つ伝統技術を使ってます。この日本でも代々受け継いでいる竹の家というのは今なくなってしまっているんです、ね、だからこう私の子供が継がなくなると、日本ではそういう代々受け継いでいる文化の家というのはなくなってしまうんですね。それを、私自身もそうですし、弟子と一緒に作ることによって弟子の世代に受け渡す、また次の世代にこう渡していくっていう、そういう人から人へと技術と技と精神を、あとは思想ですね、そういうものをこう受け継いでいくっていう、その大きな循環というものを、今回テーマに表現しています。作品は壁に根を張り、そこから空間を縦断してうねるように伸びていきます。広がっていくとか、こう根を持つっていうのはやっぱりこう伝統の中で最も大切なことで、主の部分、守る部分であったりとかですね、またそれをぶち破って広がっていくとか、そういうビッグバンのように弾けていくエネルギー、伝統を一回潰して世界に広げていくっていうイメージもありますし、この2つの相反するイメージをこう表現するっていうことが、この造形につながっていると思います。まずここ竹っていうものの面白さとか魅力みたいなものをまずは感じていただきたいです。すごく竹って生えてる時は硬いんですけども、人の手を通するとすごく柔らかい表現ができたり、そういう竹の匂いとか自然素材の面白さとか、そういうものを体感していただけたらというふうに思います。また今そういう自然素材であるとか人の技術とか、そういうものが途絶えつつあって、この循環がうまくいってないということも同時に知っていただけたらなというふうに思います。展覧会では他にも歴代竹雲斎の作品なども展示されています。ライフサイクルズ・ア・バンブーエクスプロレーション・ウィズ・田辺竹雲斎・ザ・フォースはオベーションハリウッド2階のジャパンハウスギャラリーで来年1月15日まで開催。入場は無料です。詳しくはジャパンハウスロサンゼルスのウェブサイトをご覧ください。南下日経商工会議所財団では、8月29日月曜日に開催されるチャリティーゴルフトーナメントの参加者を募集しています。場所はランチョパロスバーデスのロスバーデスゴルフコース。今年で22回目、3年ぶりの開催となるこの大会の収益金は南下日経商工会議所のコミュニティ活動に使われます。さまざまな商品も用意されています。締め切りは8月15日。詳しくは電話213-626-3067、または E メール office@jccsc.com までお問い合わせください。オレンジコースとオプティミストクラブでは8月27日土曜日に夏祭りをアーバインの田中ファームで開催します。フードやゲームのブース、ビアガーデン、さまざまなライブエンターテインメントが用意されています。ファンドレイジングイベントで収益金はオレンジコースとオプティミストクラブのコミュニティ活動に使われます。詳しくはウェブサイト ocoyouth.org でご確認ください。オレンジ郡日系協会ではロサンゼルスエンゼルスのお得な観戦チケットを販売しています。ご覧の試合のチケットで三塁側エンゼルスサイドの席です。売上の一部は OCJAA のコミュニティ活動に利用されます。数に限りがあります。詳しくは OCJAA.org でご確認ください。テメキュラのペチャンガリゾートカジノが全国紙 USA Today によるランキング10ベストでベストカジノホテル部門とベストラスベガス以外のカジノ部門でノミネートされています。1位を決める投票はペチャンガリゾートカジノのウェブサイトからできます。詳しくはペチャンガ .com でご確認ください。歌謡チャリティーショー春歌祭りが9月10日
トーランスのアームストロングシアターで開催されます。今年で29回目を迎えるこのイベントは通常パサデナで春に開催ですが、今年はトーランスで秋の開催となりました。イベントでは出場歌手による歌謡ショーに加え、スペインからゲストを招いてのフラメンコも披露されます。チケットは25ドル、収益の中から2000ドルがパサデナ日系シニアーズに寄付されます。詳しくは電話626-512-3767荒木さんまで。日本映画を紹介するジャパンフィルムフェスティバルロサンゼルスが9月に開催されます。9月3日土曜日から14日水曜日まではオンラインで、そして9月16日金曜日から18日日曜日は劇場での開催となります。9月16日は記念イベントとして、日本酒造りに挑む女性を描く映画銀鶴者たちの上映と酒テイスティングをジャパンハウスロサンゼルスで開催。翌17日からはウェストハリウッドのマリリン・モンローシアターで参加作品の監督や関係者を招いた上映会を予定しています。詳しくはウェブサイト jfflaa.org でお確かめください。どんなに嫌な記憶でも取り戻したい。今の俺が頑張れないっす。八代の給食は5つ星です。いただきます。あ、口ええお酒作る村へ。村ソーカルジャパンはジャパンハリウッドネットワークのウェブサイト jhollywoodnet.com でもご覧いただけます。